ちょっとそこで待っててね。なぜ？いいから。来た。ラム天空ペケ事件。いや、いいものが見れました。うちの優勝が。ほら、起きて。は、車の中で響きかくのやめてくれる？うわ、すごい数の人やな。そりゃあね。メニュー開いたんか？開いてないよ。というか、めたいのでやめようか。うっす。わかった。一応頑張ってくるわ。そこはちゃんと頑張ってね。うん？あざっす。どうや、控え室で着替えてよ。というか、腰紐のところの袋、これは、元気になるお薬や。飲んでみたらこうなった。ドーピングですね。はい、没収。ゴムタイナ、堂々と繁殖するのやめてもらえる？え？もう効果切れたん。変なものもらうのやめましょうね。わか、はい？あ、ごめん、こっちの話です。7人のうちから8人か。戦闘にルールなんか必要なんか。武道習ってきただろ。寝たら忘れた。場外と降参で敗北か。え、武器もダメなん。当たり前でしょ。拳銃とか出されたら死んじゃうでしょ。身内がしない人やねん。普通の人は死んじゃうの。オーケー。うっす。うちか。ラッキーセブンティーや、初めて聞いたよ。下手すると当たらんか？同じブロック内だね。何言うとんねん。うちとお前の仲やんか。そうだね。苦楽を共にした。お前のせいで、晩飯抜きなの忘れてへんからな。水に流してあげなよ。筋肉は裏切らんから大丈夫や。武道家が筋肉のみで戦ってると思いで。葵はほぼ筋肉のみで戦ってる気がするんやけど。そこまで本気を出す必要性がね。言ってみたい。ほら、お姉ちゃんの番だよ。へーへー。血祭りにやっちゃダメってさっき言われたでしょ。わかったわかった。うん。バカなの？力量違うんだから。下手したら死んじゃうよ。すみません。ちょっと勢いつけただけやったのに。差がありすぎて、気を使って戦う必要が出とるな。お友達か？どう考えても、そんな感じじゃないでしょ。なるほどな。クリリンもいろいろあったんやな。選手の会場にいて、見物客っていう方が無理あるやろ。お姉ちゃん、肉って知ってる？カラと肉って書いて、皮肉。葵がよく言ってくるやつ。腹が立つ。ふんふん。変なこと言わなきゃ言われないんだよ。おお、今までの鬱憤を晴らす。ええ機会やんけ。本気でやっちゃってもいいのでは？まあ、武道家ではあるみたいだしね。どうした？クリリン、きつい修行にも耐えた。どちらなら平気や。クリリンの試合も始まるみたいだね。一発かましたね。見るまでもなさそうだけど。気になるし、一応な。頑張ったってことじゃない。そうでないと倒しがいがなくなる。軽くや、軽く。おい、軽くって言ったでしょ。すみません。この分だとクリリンも楽勝やな。おん、まったく、ガリングのやつは、性格が悪いな。人のこと言えないでしょ。
まうね。ちょっとタンマ、如意棒が誤爆しないようにせんとな。皆さんも知っての通り、ファミコンの十字キーはくっついとるから誤爆しやすいんや。しっかり入力すればいいだけでは。ウプ主は生まれた時からあるコントローラーやぞ。なめんな。なめてはないよ。さて、本格的な戦闘ですね。華麗にタクティカルに攻め立てて勝ってほしいところです。使ったことない新技もちゃんと忘れずに消化してくれるのでしょうか。3回戦目、ランランの推し戦です。ええ名前やな。勝ったらランランの部分はもらっていくで。アカネランラン団子虫ってこと。アカネランラン魔王や。団子虫の称号は元冬魔王にあった。冬団子虫にされたのね。そんなことより戦闘見て。じゃんけんチョキからのパンチね。じゃんけんチョキ、ずるくない？羽技も立派な戦略や。ダッシュキック。ああ、これは戦闘評価を下げないように立ち回ってますね。ピーピー。何のことなら、ごまかしの技術は成長してないようです。まだ倒れんの？この人、戦闘に飽きてますね。じゃんけんチョキ！ダッシュキック。この人、カウンターできない人ばっかり使うから、基本何もさせない方が楽なんですよね。だから羽取るんやろ。馬脚がこんにちはしてるよ。獅子牙竜とやらの割に特殊な技はないみたいやな。やめてあげて。新しいパンチ技も思いついたし、別にええか。定価1武道館に出れるぞ。ひとまずはおめでとう。お、次はクリリンか。決めてこい。そして晩飯の恨みを晴らさせてくれ。もう許してやれよ。誰？マジで言ってる？大マジや。その技はチャプチ。ヤムチャでしょ。いい加減覚えて。髪切ったんか。挑発の方が似合ってたな。デリカシーなさすぎですね。さすが都で迷っちゃったハイエナやな。人生に迷ってはいても、都では迷ってないでしょ。そっちの方が傷つくやろ。飼いならされてもハイエナは健在やな。元から相手にすらなってへんやろ。修行をサボってる人に対して攻撃的すぎないとか言ってるうちにクリリンを決めたようやな。せや、晩飯泥棒のクリリンや。忘れてあげて。よかったやないか。うちにとっても好都合で。おお、懐かしい面々も来てるんか。とりあえず探してみよっか。的にプーアルもおるやん。ウーロンね。今日の晩飯になりに来たんか。ウーロンは破滅願望持ちの家畜ではありませんが。家畜やない、友達や。そう思うなら食べようとすんなよ。もちろん天下一武道会で優勝するためや。飼いならされてて弱体化してた。もうやめてあげて。こいつは晩飯クリリン泥棒や。ご飯にクリリンを混ぜ込むな。クリオコは、なんでこっちがボケたみたいになるの？うちを誰だと思ってるんや。この前までちゃんとした言葉遣いだったでしょ。うちらは準備があるんで、この辺りで。
元に戻したの？うちはこっちの方が賞に合ってる。あいつは夢で出てきた。怪獣って何でもありか。戦闘に人種や性別は関係ないからね。原始人みたいなのもおるんか。所詮はクリリンならずか。がっかりしてる。ほら、聞いてきなよ。怪獣が相手か。誰や。オーラが違いすぎる。ルールは変わらずさ。50万ゼニーか。ちょっとええハウスワゴン買えるな。野宿はもう嫌なんですね。とか言ってる間にクリリン分かったな。決勝まで行ってくれれば戦えるね。見応えのありそうな戦闘やな。異様に強いね。うちの方が強いけどな。ハイエナ、再び荒野に帰る時が来たな。人間慣れしとるから一回保護施設に入れる必要ありか。やめちゃおなんだと思ってるの。ナムさんとやらも大ギャルな。ナムさんね。怪獣ギランか。こんにちは。お前は食べられる怪獣か。脅し文句にしては怖すぎるんですが。楽しみや。負けるな悟空。怪獣ギラン戦です。強いやつは工作されんでええんや。黙っててもにじみ出るかっこよさっていうのがな。黙って戦い。怒られたなんて。なんやこれ、ツバカタンか。せめて前者でやってくれ。安心して。ぐるぐる神はツバでもタンでもない。特別な何かだよ。正体不明の方が怖いやろ。あれ、なんかゾワゾワする。なくなってた尻尾がまた生えてきた。ぬぬぬぬ。よし、取れたな。さっきよりだいぶ調子が出てきた。お姉ちゃんの再生力は大したもんだよ。さて、第2ラウンドや。降参か。クリリンはそうやけど、うちはマヤで。服を見てごらん。いつの間に。お姉ちゃんが尻尾生えて喜んでる間かな。あ、こいつ技も覚えたし、セットしとくか。天下一武道会だけでもたくさん技覚えるからね。老子の時のダッシュパンチとさっきの怪獣で覚えた体当たりか。ちょっとバリエーションが増えたな。そうだね。尻尾攻撃も戻しておくか。せっかく生えたなら使っていきたいね。道場で習うもんなん。さあ、無天老師様って言うよりはその辺でやめておこうか。
リリンの相手はジャッキーチェンか。運が悪いね。バンチさんのパンツはドームに入りますか。何その遠足のバナナはおやつに入るかみたいなの。よし、うちの復讐はここで終わるんや。その構え、まさかカメハメハやと。まさかクリトさん、自分でそんなわけないって言ってたでしょうが。うちも見てるけど、テレビとかで認知されないとダメなんじゃない。カメハメハ打ってみたで投稿してみようか。緊張感のかけらもないのね。さて、今の試合観戦でさらに技を覚えたし、セットや、あれ、意外と成長してる。うちには伸びしろしかないで。今後のお姉ちゃんの成長にご期待ください。参照券、どれが本物のうちでしょうか。これ、戦闘前に怪我させんな。避けてくれるかなって攻撃技なんや。からの参照券もね。そこだ。まだ何も言うてないわ。前が見えねえ。覚えたてだし頑張らないとね。青いなりのエールな岩盤か。うちの方がずっと痛い。クリリンもやけど。いっちゃう。はズルズルにハゲとんねん。その表現だとクリリンもズルズルにハゲてることになるでしょ。ちゃうの、クリリンは剃ってるの。髪の生えたクリリン見てみたい。便所ブラシみたいなヘアスタイルになるよ。丸めてた方がええな。さて、ナムさんと試合か。強いから気を抜かないでね。負けるな悟空。村のためか。だが、うちの欲望の方の思いははるかに強い。その思いの強さでうちが勝つ。人のためを考えるナムさんが純粋に自分のことしか考えないクズの戦闘ですね。もちろん私はナムさんに一票。おい、チップ攻撃。さすがナムさん。お姉ちゃんのしょうもない変化球にもあっさり対応。甘い。おやおや、勢いが殺しきれませんでしたね。どっちの味方やねん。ナムさんって言ったでしょうが、謎ジャンル攻撃は防げまい。じゃんけんチャキ。ああ、変化球かと思いましたが、これはある意味パターンですね。カウンターキックを覚えてないので、技にとことん弱いですね。ナムさんにすでに見切られている。パンチちゃう。勘のいい。やっぱりナムさんは普通に戦うと強いですね。全力のダッシュキック、ロスケイ。先手を取った。体当たりというよりロケット頭突きですね。立っている敵は攻撃状態なので、先手を取れば避けさせることなく一方的に攻撃することが可能です。ふっ、だいぶ息が上がってきたな。そろそろ終わりにしようやないか。茜天風ダッシュキック。ダッシュキックは原理は不明ですが、時々モーションが変わるんですよね。もう一回は負けない。終わりや。うちの思いの強さが勝ったようやな。ナム天空ペケ事件見たかったな。他に言うことないんか。オメットさん、50万ゼニーとチート名声はうちのもんや。欲望しかないですね。
ナムさんありがとう。美男っぽく見えるけど、そうじゃないですね。お姉ちゃんとは大違いですね。強すぎるけど、それ以上に邪念が強く、地位や名声、富にも溺れてる。なるほど、お姉ちゃんから余計なものを引き剥がすための変装だったんですね。さすがです。接着剤、顔につくと結構面倒なんですよね。ナムさんの村も無事に問題から解消されそうで何よりですね。さ、決勝戦を見に行きますか。残像剣、使い忘れたな。とりあえず決勝やし、平和みかんで行こう。青いモーランし、決めていくか。祭りにあげてやる。負けるな悟空。手加減ないぞ。できる。見切り損ねた。いいぞ。少しは効いたぜ。直撃ですしね。これはパンチやないで。またじゃんけん直か。なんか、すごい攻撃が来そうやったな。危ない危ない。フラフラの回復直後にじゃんけんチョキは入らないんですよね。これは、断層剣、いて。なら、こっちも必殺の、どうせ、じゃんけんチョキでしょ。そうや、うちにはこれしかない。って誰や。体当たり。残像剣だけとも違う。上位互換の残像剣カウンターですね。残像剣初心者ではないな。残像剣覚えたてのひよこが何か言ってますね。何を。お、これは何やと。たまたまの一丁。おしっとるんか。出た、バンコクびっくりショー。ババ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 バ。まだ、いや、おう、骸骨が見えてますね。ババ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 バ。声が出てるあたり、気絶はしてないんでしょうけど。うん、今度から電気椅子のトレーニングに加えてみようかな。もう無理か。前前。はっ。うおー、やば。今日
り大猿になってますね。大猿にまで成長したことを素直に喜ぶべきなのかな。まあジャッキー・チェンさんならことを丸く収めてくれると思うので傍観しますかね。お姉ちゃんからしたら好都合かな。おはようございます。ようわからんけど仕切り直しか、薬も切れたか。すっごい疲労感があるけどしゃあなしや。こんなにオーラがちょろびでしたっけ。青い専用に使う予定やったけど、しゃあない。避けられるとダサいから、これで確実に当たる。ラジオ大冒険。フラフラ状態の敵にやる意味ね。今度は直撃はさせんで、くらえ、じゃんけん三段攻撃。全部防がれたか、露骨な大技は防がれるよね。じゃんけんチャキからの、どうや、亀仙人から直伝の技や。その亀仙人にぶつけてんだ。ためにもジャッキー・チュンさんに勝ってほしいところですね。優勝した三蔵剣モンチッチ、間に合った。おお、さすが。蹴りが溝落ちに入った後、もう一発重いのが入った気がしたけど、いや残念だったね。ということで技のセットどうぞ。最後の一発は気に落ちんけど、勝負は時の運とはよく言ったものだよね。
それだけで片付けてやるもんか。カウンターキック出るの遅いね。でも今のところカウンター系使いこなせてないし、使うタイミングが言うほどないんや。正直中盤までだとカウンターはおろか、ガードもそこまでいらないんだね。それなのに今まで頑張って使わせてきたと。その戦い方に慣れないと後半ガードとカウンターがうまくできなくて死にまくるよ。そっか、見ててくれたんか。ありがとうございます。上には上か。うちたちの修行はこれからやってことか。打ち切りっぽいからやめて。もちろんや。ないの。ならドラゴンボール集めてビュッフェでも願いに行くかな。神を願望のために使わないでもらえる修行のついでやで。なおさらたちが悪いでしょ。うちはひたすらに強くなることだけを考えることにしたんや。時間も惜しいし、すぐ行こか。頼むで。心が綺麗になった。今なら乗れるんじゃない。ほい、乗れた。その表情は何何って、心が綺麗な表情っていうか、何も考えんようにしとる。